コンドルフォートへの入り口を発見。さあ、今度こそこの現象の謎を解き明かしましょう。おうよ。で、待て待て。目的は。エンシェントマターはと、ここよ、早く迎えに来てちょうだい。待ってるわよ。あれって隊長さんだよね。いろいろとっちらかってんな。皆さん、どうか隊長を助けてください。隊長がいなくなったら僕たち終わりなんです。どういうことだ。俺たちゲームの駒ですから。本当なら誰かが遊んでくれるのをボードの上で待つことしかできません。でもある日隊長が現れて、僕たち自分の力で自由に動けるようになったんです。隊長が来てからもう毎日楽しくて楽しくて。俺たちには隊長が必要なんです。たく、どうする。エンシェントマターを取り戻すには隊長さんを助けなくちゃ。うん、やるしかない。ああ、救世主様。よせ、くっつくんじゃねえ。礼ならエンシェントマターをよこせ。そういうわけにはいかぬのだ。この宝は我のもの。お主らに渡す気など花からないわ。隊長、来い我が兵士たちよ。宝を手にした今我に敵なし。共に最強の帝国を作ろうぞ。ぬはははは。隊長、待ってください。隊長、あの野郎、恩をあだで返しやがって。このおかしな現象はあの隊長が来てから始まったらしい。自由に動けるようになったって仲もみんなは喜んでたけど。僕も北条から離れたあの時の気持ちは今でもよく覚えています。彼らにとって隊長さんは僕にとってのクラウドさんと同じ希望と可能性の象徴なのかもしれません。だとしてもよ、奴らもエンシェントマターもほっとけねえぞ。
はい、エンシェントマターの位置は補足済みです。よし、行こう。
観測準備完了。こちらはいつでも OK です。クラウドさん、あの中に入ったらきっとまた隊長さんと戦うんだ。ここが隊長さんの帝国。我が宝、探し求めて地よや地よ。虚しく一人漂いし日々。お前ら来ないでください。隊長は俺たちが守る。来るなら容赦はしない。蹴りをつけに来たんだ。望むところだ。こいつは返してもらうぜ。ゴゴ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 。隊長、俺たちの世界もこれで終わりか。でも久しぶりに思い切り戦えて楽しかったな。楽しかった。遊んでくれてありがとう。またいつか一緒に。ああ、覚えておく。シェントマターの回収お疲れ様でした。おう。コンドルフォートの世界は隊長さんのデータとともに消失。残念ながら隊長さんの正体は最後までつかめませんでした。そうか。もうみんなとは会えないのかな。その件に関しては僕なりに手を尽くしてみました。彼らにとって隊長さんの代わりになるかどうか分かりませんが、名付けてコンドルフォートバージョン CH2。 バトルシミュレーターのシステムを応用し、内部の演算機能を利用することでユニットたちが自由に行動、思考を広げていけるよう設計しています。彼らにその意思さえあれば。ですが、次に会うときは敵かな、味方かな。こいつはお前がしっかり持っとる。誰にも取られんじゃねえぞ。嫌だね。ふん。ならば力づくで奪うまでよ。とふん。お主相当の使い手と見た。やはり我の見立ては正しかったようだな。となれば。
今のは一瞬ではありますが、位置情報が完全にロストして、クラウドさんに何かあったのではと。僕大丈夫だ、問題はない。あ、すみません、取り乱してしまって。なんだ、案外可愛らしいとこもあんじゃねえか。バレットさんのからかいに僕自身の苛立ちを検知。何かあっても自力で対処する、俺の心配はいらない。はい、今後は改めてセキュリティを強化しつつ探索に臨みましょう。
反神羅青年団の同志よ、ジュノンの美しく豊かな海を取り戻しましょう。クラウドさん、ジュノンエリアの調査はこれにて完了です。潮風を浴び続けた歴史ある土地を調べることでジュノン共和国について理解が深まりました。世界を掌握した大国の研究は神羅の行く末を見通すためにも重要だと思います。貴重なデータの提供ありがとうございました。それでは引き続きワールドレポート。